今月13日、王さんに並ぶシーズン55号のホームランを放った村上選手。日本選手最多記録更新がかかった昨日の試合はドラゴンズ投手陣を前に新記録達成とはなりませんでしたが残り10試合56号さらにシーズン最多の61号が期待されます。 そんな村上選手のバットを作る職人が岐阜県養老町にいます縄田美男さん55歳この道30年のベテランですこれまで一郎さんや松井秀喜さんなど多くのプロ野球選手のバットを手がけてきました 村上選手が並んだ歴史的な記録に対しての感想は。並ばれてなかった記録に並ばれたっていうところでやっぱりこう聞いたときにはその知ったときには鳥肌が立ったやっぱり向上心っていうのが、えー、すごく終わりになって、えー、もっと打ちたいもっと打ちたいっていう気持ちがそういうふうに表れてたんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね村上選手と初めて会ったのは4年前。 プロ1年目のオフシーズンでした本当に高青年こうしたいんでこうするにはどうしたらいいですかっていう、えー、聞き方をされたっていう意味ではこう探求心が非常に強いな長距離になるべく近いバットというご要望は受けた覚えがあります非常にこうバットに対する考え方っていうのをしっかりお持ちだなっていう印象はありましたね バットの特徴は長距離バッターとしては短めの長さ85センチまたヘッド部分がくり抜いてあるため振り抜きやすく操作性も高くなりボールも見極めやすくなるといいます並べてみると長距離バッターの松井秀喜さんよりも一郎さんのバットに近い形になっていることがわかります村上選手は現在 アベレージヒッターに近いようなバットを使用しているのです去年、縄さんのために村上選手がサインしてくれたボールホームランを日本一と目標を綴っていましたバット職人として村上選手が新記録を樹立したら伝えたいことそれは やはり最初には「おめでとうございます」という言葉と、まあ、56号が、まあ、多分終点目的ではないのでやはりその先を打てるように私たちはもう全力でサポートさせていただきますという言葉をおかけしたいな。